私のバックハンドをちょっとどうにかしてください。当たってからもう少し手を伸ばすように、うん、体重は後ろで手が前ぐらいのイメージがあってもいいかも。高尾プロ、あの前回、はい、趣味の話したんですけど、はい、その時趣味もテニスだっていう話してたじゃないですか。もちろんですよ。他の趣味見つけません？何？テトリス？いやテトリス、ゲームボーイのテトリス、まあ、僕ゴルフやるんで、うん、ゴルフ、いや、いろいろ噂聞いてますよ。それはもうヤフーニュースに載るぐらいの、ね、乗らないもうあの本田プロテニスよりもゴルフかみたいな、まあ、ゴルフはゴルフで楽しみがあるんで、うん、まあ、近藤プロもこの前一緒にやったんですけど、はい、まあ、できる、うん、はい、できるよ。ゴルフはできる。高尾さん一緒にアメリカで回りましたよね。そう、回ったこともあるし、はい、結構若い頃はあの例えばチャレンジャー1週間あったら多かったら2日ぐらい行ってた。あの空き日あるじゃないですか、はい、1回戦勝ったら次の日休みとかあるから、その時にあのコーチのクラウディオと一緒にちょっとやりに行って、うん、パー5で2オンしたことある、うん、だって家行ったらちゃんとしたクラブあるあった、はい、あったもん。その時は、ね、あったね。その時はあったんだけど。皆さんすいません、はい、いやちょっとゴルフの話してんだけど、ね、ちょっとお願いがあるんですけど、はいはいはい、ゴルフやる？いや、私のバックハンドをちょっとどうにかしてください、うん、バックハンド何番の？あ、テニスです。テニステニスの話になっちゃった。テニスの話、あ、ゴルフからテニスの話になっちゃった今。あ、本当？バックハンド、はい、うん、あ、じゃあ左で打てばいいんじゃないの？こうやって右で打ってる、右からね、左から、ね、右で打ってるってことなかなかテニスの話にならない。テニスのバックハンド。なるほど。キワちゃんバック上手いじゃん。上手いじゃん、手に打ってるじゃん。前回、前々回いろんなプロに教えてもらってね。そう西岡プロもね、添田プロも、うん、だって僕ら片手ですよ、うん、ね、片手で。だからちょっとなかなか両手は難しいですよ ね、うん、僕ら無理だと思う。なんか苦手意識があるからか、こうネットとか浅いボールになっちゃうんです、ね、ボールがやっぱネットが多い。はい、なるほど。ちょっとこうコントロールが難しい、うん、パワーを出したいって、そういうことですよね。はい、ちょっとやりましょうか。じゃあそうですね、はい、お願いします。僕 の、 あのゴルフ話はいいんですね。もういいです、はい、もういいですか。もういいです。じゃあやらないと、今はやらないということで、ね、はい、以前はやってたということで、はい、はい、じゃあ行きましょうか。キワちゃんのバックハンド、はい、行きましょう。はい、ちょっと先っぽに当たってる感じありますかね、うんうん、そうですね。これ僕真後ろから見てますけど、うん、ちょっとスイートエリアをこう外してる感じが、うん、あとまあ先っぽの時もあれば今みたいにね、ちょっと根元に近い、うん、今ちょっとクロスコートに行きましょうか。ちょっと自分で打ち分けてみてください、はい、好きなように。これでもちょっと先かな、うん、先ですね、うん、ラスト行きましょうか。ラストお願いします、はい。よろしくね。あの、オンドプロ言われた通り、ちょっともうちょっと下半身のダイナミックな動きを、そうそう、右の体重移動があってから体に対して、うん、あ、ボールに対してぶつかっていくっていう感じの方がいいのかな、うん、ちょっとなんていうの、入る入んないはちょっと今は別として、はい、少しダイナミックに ね僕も動いてもいいと思いますね、やっぱりね、うん、この辺当たってる、うん、あ、そうなんだ、うん、後ろから見るとこの辺当たってるから、ちょっとこう抜けきれない感じがありますよね、こうやって、うん、それも下半身から例えばグッとこう力が入ると、そこに例えば当たっちゃったとしても、もっといい力がグッと伝わるから、あの、なんて言うんだろう、ボールにもうちょっといい勢いがね、ちょっと出てほしいなと。左足がまずこう出て、左足が出て前に行って打ったら、こっちの左足は前に行った方がいいかもしれないです。そのまま勢いを殺さないで、多分ここでいつもこうやって終わっちゃうから。西岡選手もね、ちょっとこの辺はフォローはもっとこう前に出すイメージって言ってるから、やってみましょうか。はい、お願いします。いいですよ、いいですよ、気にしないで、今入る入んない、左から、おー、OK、ちょっと我慢してね、打った後に、そうそう、ちょっと我慢して抜け切る、おー、OK、OK、じゃない、よ、ダイナミックに、オーケーオーケー、ちょっと音がいいですね、うん、さっきより強いよね、はいはい、いい強い音が、あ、オーケーオーケー、左足がちゃんと入れば、うん、あとは前に行く力に変わる、はい、オーケーよ、ラスト2球いきましょう、
そうですね、この足から当たった時にガシャっていうのがあんまなくなった気がするのと、すごい飛ぶようになりました、ボールが、フォローの方がやっぱ大事なのかな、やっぱりこういう風に前に、このプロどうですか、何かちょっと、そうですね、最後この当たってからもう少し手を伸ばすようにこう当たって、はい、ここからこう伸ばすように、フォローがちょっとちっちゃいのかな、ちっちゃいと思いますね、巻いちゃうというか、うん、だからもっとね、多分イメージよりも、イメージよりも前で捉える方がいいと、もう下手したら打つ前はもうちょっとこう前すぎるんじゃないってぐらいでボール飛んでくるんで、はい、ちょうど綺麗に前で捉えられるかな、ちょっと振り遅れてると先っぽに当たる、なんかちょうどいいとこで捉えようと思っちゃうと、やっぱボールの勢いと自分もしっかりこう前に行くから、はい、どうしてもこうぶつかっちゃうんだよね、はい、でもっと前で取ろうっていうイメージがあって、まあ、最初の方もしかしたらこう少し体重が前になっちゃうかもしれないけど、はい、それにタイミングをうまく何回かやったらあやってくると思う、はい、うん、はい、でグッと伸ばしちゃっていいよ、ああいいね、 OK、 いいよ、躊躇しないで、躊躇しないで、そうそう、うん、打った方向に対して体重が、うん、OK、 OK、 いいよ、うん、この辺の遠いボールがちょっと引っかかるんですね。そうだね。ラスト行きましょう。ラスト行きましょう。OK、 チャンネル登録よろしくね。なんか僕はちょっとボールなんかネットしたくないから、はい、なんかボールの軌道をちょっと上げようっていう思いがあって、うん、で上げちゃうと思いのほかスピンがかかってないからボールが落ちない。落ちない。うん、だから。いい意味でもっとね低いとこ狙ってもいいのかなと思う、低いとこ狙っていいから、もっとそのさっき近藤プロが言ったように前に押し出すパワーをすれば低くてもそれなりに飛ぶと思うんだよ、うん、ここって打つとき脇ってこうなっちゃう、それともこうな閉まってるか、そうだね、けいちゃんちょっと右腕がちょっと動くかもね、ちょっと この前にグッと動いてなるかもしれない。自分では結構こうやってやってるつもり、うんうん、だから前に体重はグッと乗せるけど、はい、もう乗せたら変にこの上半身のところも前に行かない方がいいと、逆にちょっとこう体重は後ろで手が前ぐらいのイメージがあってもいいかもしれない、はい、両手とかもう結構好きなのフォニーニとかね、はい、フォニーニとかもここをしっかりしてて、うん、もうこの腕がゴンと出るイメージがあるから、うん、体が前に行かない、打点は前でいいんだけど、はい、手が前の方がいいよね、うん、それで一気にちょっと振っちゃってみたらどうかなと、でちょっと低め、うん、あまりな、うん、高いところ狙わないようにお願いします、行きましょうか、よ、ダイナミックに動いて、ダイナミックに動いて、えい、うん、よ、オッケー、大丈夫大丈夫、左足もね、左足も打ち終わった後に、うん、オッケーオッケー、すごい右肘が後ろから見てると、うん、伸びてます、体が、うん、俺シングルハンドって体こうやって回さない、うん、回さない、うん、まあ、ちょっと最初しか回さない、今キョアちゃん見てると、うん、この右肘が、うん、こっちにすごい行くんですよ、こんなの両手して引き込むっていうことなのかな、うん、前にこうやって出して、うん、こうやって終わりたいんだけど、うん、右肘がこう後ろにこう、うん、私ここで終わってるかもしれない、終わってる、見てるとだから回りすぎてるのか、一回ラケットをここから前に対して振んなきゃいけないんで、うん、体の開きをちょっと抑えて、そう、横向いたまんまで終わるぐらい、そうすると肘の位置が、まあ、ここでしょ、はい、肘が今見てるとね、すごいこういうふうに、回りすぎてるのかなって、うん、だからこそ本当に前で捉えようと思った方がいいかもね、左手をグッと伸ばして、うんうん、この場面から最初に横を向いてそこで合わせようとするから、結構この横の距離感って逆に難しいと思うんですよ、こう横向いちゃうといわゆる右目を主としてこうやって見ちゃうから、どの場所に自分の手があってボールが来るかっていうのの合わせ方が難しいから、いい意味で正面向いて入って、もう打ちに行くときに
ある程度横をもう保っちゃう、その一瞬だけ。最初は前向いて、うん、そう、最初も前向いといてスッと入ってもうこれだけっていう、こう変に最初横向きました、動きましたじゃないパターンの方がちょっとどうかなと思うね。右足の方はこうって先に誘導してくるね、うん、こうやってね。その後多分距離をね、こう測るのが難しいと思う、うん、ダブルステップっていう、うん、太郎くんが言ってた。そう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 、うん、正面向いちゃって全然、その中で両目で向いてる、見てるから多分距離感が全然いいと思う、うん、いや思い切って足出しちゃえばいい。タイミングはまあ、うん、良くなりました。さっきよりは、うん、よぐっともう最初からボールのとこ向かっちゃっていいよ、うん、あ、そうそうそう、今、うん、弱った、そうそうそう。ラスト行きましょうか。ラスト、イーボール行きましょう。最後、左足、左足。オーケー。チャンネル登録よろしくね。どうでしたか。いや、結構打ったんですけど、やっぱりフォームとかってなかなかなオーラなんですね。元々持ってるものがあるし、それを急に変えるのは結構難しいです、ね、難しいですね。僕はやっぱりね、あの後ろから見ててタイミングだと思うんですよ、全ては。前に取るとか構えるとかあるんですけど、全てやっぱ左足が入って、はい、右足入ってって運動連鎖がちゃんとできた時は、あのバシッと当たって飛んでいく、はいはい、で今、玉足でやってますけど、うん、ちょっと真ん中から外に来るじゃないですか、はい、でストレートの、ね、ラリーだったら正面で、まあま、真ん中からこう来ますけど、はい、基本ちょっとボールが逃げてるから、うん、その分だけ足ちゃんと入れてあげないと、うん、先に当たるんですよ、自動的に。だから足のことをちょっと考えながらやるのが一番いいかなって思いましたけど、うん、はい、どうでしたか。はい、あの最後左足誘導で、はいはいはい、ステップした時っていうのはあの思い切ったスイングもできてたし、ちょっと自信持って最後までつながってたのかなというふうに思いますけどね、はい、まあ、実際これがちょっとポイントになったりするとラリーになるとね、そう今までのが出ちゃいますけど ね、まあ、ね、僕らもね、あの両手打ちでね普段打ってるわけじゃないですから、はい、なかなかこう本当にこう見極めっていうのが難しくて、ちょっと僕らもねもうちょっと勉強しないといけないですね。両手打ちのこのバックハンドって一番我々教えづらいというか、はい、知識がもうちょっとないと、はい、いや本当ね、左手主導なのかね、右手主導なのか、もしくは両方しっかり使うのかっていうその加減なんかは、はい、なかなかその分かりづらいじゃないですか、数値化できないものだから、うん、ただこのスイングとかステップだけでしかこう僕ら見分けがね、こうつかないんですけど、うん、はい、あのもうちょっと僕らもね、次はいいアドバイスができるように頑張りましょう。キワちゃんのバックハンドシリーズは、はい、どんどん上達できるように我々もあのコーチングレベルを上げないといけないです。そうですね、はい、そうです、我々にかかってますから。そうですか、はい、わかりました。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいなと思ったら高評価お願いします。チャンネル登録もお願いします。またね。 Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a likeBy pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!